こんにちは。今日はアザップロングの修復です。こちらのレザーなんですけど、細かな型押しが特徴的です。独特のツヤ感もあって美しいです。この型押しの細かさが硬そうな雰囲気にも見えます。今回はカラーペースト少なめ、レザーマットクリアは少々、バインダー多めで十分色が入ってくれる修復でした。